もう、よし、起動成功じゃ。わしが見えるか？お前を作った天才科学者、ドクター・エッグマン様じゃ。お前は、わしの作った E100 シリーズの製造番号2番。E102、コードネームはガンマじゃ。ガンマ。以後わしの言うことをよーく聞くんじゃぞ。このドアの先はお前のための訓練場になっとる。先輩ロボの E101 ベータはとっくに訓練場に向かったがな。いざ行けガンマ。ベータほどには期待しとらんから適当に頑張れ。ご苦労ガンマよ。意外とやるではないか。よし、それではテストを行う。これは我が崇高なる設計思想に基づいた超万能巨大空中戦闘要塞。エッグキャリア乗船のための選抜テストである。入れよベータ。 E シリーズの同型機、先輩ロボの E101 ベータじゃ。俺と戦い、勝った方をエッグキャリア搭乗クルーとして採用することとする。まあどうせベータが勝つやろうが、一応やってみるがいい。ほっほ、すごいぞガンマ。わしゃ最初からお前はやるものと思っておったわい。今回の結果によりガンマにエッグキャリア搭乗を許可する。ああ、お前もエッグキャリアに乗りたいのか。わかったわかった。ま、なんかの足しにはなるじゃろ。特別に乗船を許す。ああ、本日は晴天なり。エッグキャリア乗船を許可された精鋭の諸君、ますます意気盛んなことと思う。さて、今日集まってもらったのは他でもない、この尻尾のついたカエル。これこそ今回の作戦上必要不可欠にして重要なカエルである。そこで諸君らの使命だが、このカエルを草の根分けても探し出し捕獲してきてほしい。ことは一刻を争う。早速出撃じゃ。ここは？データ照合。データなし。
現在位置不明。困った。守る存在の優しい人なの。放っておくと消えていってしまう小さい命を守って、彼がいるからあの子たちもああして安心して歌えるの。私も最初に見た時はびっくりしたんだけどね。でも父さんたちはあの子たちの最後の場所をも奪おうとするの。彼も心を閉ざしてしまった。いつか理解し合える日が来るといいんだけど。俺のが本物だ。いや俺だ。俺の方が色がいい。違うカエルではないか。どこに目をつけとるんじゃ。カオスの尻尾が取り付いとる大事なカエルなんじゃ。ましてカオスエメラルドまで加え込んでおるというのに。うん、これじゃ。これが本物じゃ。さすがはガンマ、よくやったぞ。お前はやってくれると思っておったわい。他の者は笑い箱じゃ。どこぞへ消えろ。お前には新しい任務をやろう。なに、簡単な仕事だ。あの一番奥のドア、あの先の部屋へ行ってな。牢に女がいて小鳥を隠し持っとる。それを奪ってくるのじゃ。さあ行け。ここか。間違えたようだ。
待たせ。いや、おとなしく小鳥を渡せ。いやったらいや。なぜだ。なぜだも何もないでしょ。じゃあ聞くわ、この子をどうするつもり。情報なし。知らないの。でもきっと熱くもてなしてくれないでしょうね。ねえお願い、助けて。少しでもこの子をかわいそうと思う気持ちがあるなら。理解不能。なぜ関係ないもののため一生懸命になれるのか。理解不能。そっか、エクマンはそういうこと教えてくれないんだ。どうしたの小鳥さん。訳がありそうだな。ネトリック、この船どんどん高度が落ちてるよ。時間がない。テイルスはエミを連れて先に逃げるんだ。ソニックは？俺はエクマンを追う。あいつを放っておくわけにはいかないからな。ソニックったらなんだかんだ言っても来てくれんだよね。ねえ大丈夫？ここはもう危ないみたい。あなたもエクマンの言うことなんか聞いてないで早く逃げなさい。なぜ？なぜ助け？今度会うときは友達って言ったじゃない。この子もあなたのことこんなに心配してる。エクマンのそばになんかじゃダメなんだからね。エミ、行くよ。
エッグマン、マスター登録解除。 E シリーズ、仲間、助ける。 E103 デルタ、 E104 イプシロン、救出完了。 E105 ゼータ、 E101 ベータ、所在不明。もしやまだエッグキャリアに。 E105 ゼータ救出完了。残るは僕は。